皆さんこんにちは。パリオリンピックを目前に控えた体操女子日本代表の宮田笙子選手が喫煙と飲酒行為のためにオリンピック出場を辞退するという衝撃的なニュースが一時期話題になっていましたね。今回は宮田笙子選手のこの騒動について、なぜバレたのかや引退説についてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに宮田笙子選手のプロフィールからお伝えしていこうと思います。名前宮田笙子、生年月日2004年9月21日、年齢19歳、出身地京都府、学歴福井県鯖江高校、順天堂大学。主な実績、2022年 NHK 杯優勝、2023年全日本選手権種目別跳馬優勝、2024年全日本選手権個人総合優勝、2022年から2024年まで NHK 杯3連覇。宮田笙子選手は日本の体操界で輝く若きスターです。2004年9月21日生まれ、現在19歳で京都府出身です。順天堂大学に在学中で、身長は 151.5cm と小柄ですが、その実力は素晴らしいものがありますよ。彼女のキャリアは幼少期から始まり、4歳の時に新体操教室に通ったことがきっかけでした。彼女の実績は数々あり、2018年のカナダ国際で国際大会に初出場し、個人総合で次期を獲得しました。その後もアジアジュニア体操競技選手権大会や世界ジュニア体操競技選手権大会などで好成績を収めています。特に2022年の世界体操競技選手権では平均台で銅メダルを獲得し、一躍注目を浴びました。宮田選手は日本の体操界を牽引するエースとして大きな期待を背負っています。しかし状況は一転、宮田選手が2024年6月末から7月初旬、喫煙及び飲酒行為を行ったことが判明しました。7月15日、日本体操協会に対して情報提供があり、協会が調査を開始、宮田選手に聞き取り調査を行った結果、行動規範違反が確認されています。そして7月19日、日本体操協会が記者会見を開き、宮田選手のオリンピック出場辞退を発表。宮田選手は調査に対し、数々のプレッシャーがあり行為に及んでしまったと説明しています。宮田選手の辞退により、日本女子体操チームは4人でオリンピックに臨むことになりました。ルール違反はルール違反ですが、この騒動に対してかわいそうという意見も続出しています。そう言われる理由は主に5つ。1つ目は年齢と経験の若さです。宮田選手はまだ19歳という若さで、将来有望な選手でした。若さゆえの過ちに対する同情の声が多く、若いからこそ許されるべきとの意見も見受けられます。2つ目はプレッシャーの大きさです。オリンピックに出場する選手として、宮田選手には計り知れないプレッシャーがかかっていました。元体操選手の池谷幸雄さんも、体操選手は精神的なプレッシャーが非常に大きいと指摘しています。3つ目はエースとしての重圧です。宮田選手は日本体操女子のエースとしてチームを引っ張る立場にありました。この重圧が彼女の行動に影響を与えたと考えられます。4つ目は将来への影響です。19歳という年齢でオリンピック出場を逃したことは、彼女の今後のキャリアに大きな影響を与える可能性があります。特に体操選手にとって20代前半はピークを過ぎているとされるため、4年後のオリンピックでの再起は難しいかもしれません。最後に5つ目は厳しい規範への違反です。日本体操協会の行動規範は非常に厳しいものであり、未成年での喫煙や飲酒は特に問題視されます。しかし一部の意見では、この厳しい規範自体がプレッシャーを生んでいるとの声もあります。彼女を擁護する人も多いですが、もちろん代表選手なのに自覚がなさすぎるや体操から完全に引退してほしいといった厳しい意見も出ています。ルールを破ったという点は変わらないからですね。そんな宮田選手はこれを機に引退するのではと噂されています。実際全日本学生選手権大会を欠場する方向であることが8月19日明らかになっています。しかし現時点では引退について詳細は明らかになっておらず、第三者機関を設置し
関係者への聞き取り調査を行っている最中だといいます。日本協会の藤田会長は、再発防止に向けて課題を抽出したい、事実確認をした上で然るべき対応を考えていくと話しています。 SNS ではきっぱりと意見が分かれたこの騒動、他にも SNS 上では、なんでバレたの?という疑問が相次いでいました。公には内部の告発とされていますが、一体誰が告発したのでしょうか。ここからは宮田選手の喫煙がどのように発覚し、誰が内部告発したのか、その真相についてお話ししていきます。前述した通り、宮田笙子選手の喫煙と飲酒が明らかになったのは、日本体操協会の内部告発によるものでした。2024年7月15日、モナコの強化本部に彼女に関する情報がもたらされました。この情報提供がきっかけで、日本体操協会は調査を開始し、宮田選手が6月末から7月にかけて、喫煙と飲酒を行っていたことが確認されました。具体的には、都内某所の友人宅で喫煙し、アスリートビレッジの宿泊棟で飲酒していたとのことです。これらが発覚した理由で考えられるのが5つ。監督やコーチからの内部告発、チームメイトからの告発、体操関係者の通報、週刊誌記者のスクープ、友人の裏切りです。まず宮田選手の喫煙と飲酒の情報は、監督やコーチからの内部告発が原因でバレた可能性があります。強化本部に直接通報があったことから、彼女と近しい立場にある監督やコーチが状況を把握していた可能性が高いです。監督やコーチは選手の行動を厳しく監視しているため、何か異常な行動があればすぐに気づくことができますね。次にチームメイトによる告発が考えられます。宮田選手と同じ環境で練習や合宿を行っている他の体操選手が彼女の喫煙や飲酒を目撃し、内部告発した可能性もあります。チームメイトは日常的に一緒に時間を過ごすため、こうした行動を見逃すことは少ないでしょう。しかしこれらの2つは可能性としては低いのかもしれません。リークされたタイミングはパリオリンピック直前でした。宮田笙子選手は体操のエースであり、そんな選手が辞退となればチームにとって大打撃です。そんな選手を身内が切るとは考えにくいです。なので監督、コーチ、チームメイトからの告発だとしたら、宮田選手の行動が見逃せないほどの状態だったか、何か宮田選手が恨みを買っていた場合でしょう。続いて体操関係者の通報が考えられます。体操関係者とはコーチや監督以外にもトレーナーやサポートスタッフが含まれます。彼らもまた選手の健康管理や行動に目を光らせており、不適切な行動があれば報告する義務があります。週刊誌の記者によるスクープが影響した可能性も否定できません。宮田選手は日本代表の主将として注目されており、マスコミの取材を受ける機会も多いです。そのため記者が彼女の喫煙や飲酒の情報をつかみ、それを報道することで事実が明るみに出た可能性もあります。ただし今回は内部告発がメインの原因とされていますので、直接的なスクープによる影響は低いかもしれません。最後に友人による裏切りです。宮田選手が喫煙していた場所は友人宅とされており、その友人が情報を漏らした可能性もあります。信頼していた友人からの裏切りは非常に痛ましいですが、内部告発の中にはこうしたケースも少なくありません。宮田笙子選手の喫煙と飲酒がなぜバレたのか、その真相を探ると、内部告発者には様々な可能性が考えられます。監督やコーチ、チームメイト、体操関係者、週刊誌の記者、そして友人など多くの人が関与している可能性がありますね。いずれにせよ、この問題が明らかになったことで彼女の今後のキャリアには大きな影響が及ぶことでしょう。しかしまだ彼女は若いです。宮田笙子選手の若さと才能を考えれば、再起のチャンスは残されています。日本体操協会や周囲のサポートを受けながら再び競技に戻る可能性も十分に考えられます。今回の経験を糧に再び輝く日が来ることを期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。